いい品だって匂いがする。よっ。タンジェさんがガンダルバー村に取材に来ていると言われたけど、どうやって探せばいいんだろう。まさか大声で彼に呼びかけるとか。こんにちは、僕。名前は？一人で何してるんだ？ガンダルバー村の住民じゃないよな。心配するな。見習いレンジャーの私が精一杯お前を助ける。こんにちは、レンジャーのお姉さん。僕はラーズィーと言います。僕のことなら気にしないでください。ガンダルバー村までの帰り道は分かりますから。それじゃあなおさらお前をこのまま返せない。気にしないでっていうのは心配しないでと同じ意味だろ。うわ、泣くなよ。何があった？ゆっくりでいいからお姉さんに話してくれ。この声どこかで聞いたことあるような。そうだ、コレイの声だ。それに悲しんでいる子供もいるみたいだぜ。行ってみよう。よう、コレイ、最近体の方は大丈夫か？ああ、パイモンに旅人。私のことを気にかけてくれてありがとう。最近はかなり調子が良くて、師匠の森林パトロールを手伝ったりもしてるよ。お前たちはどうして戻ってきたんだ？ここにちょっと用事があったんだ。そしたら遠くからお前の声が聞こえたから、お前に頼もうと思ったんだけど。でもまあ、なんだか取り込み中みたいだし。あ、僕なら大丈夫です。レンジャーのお姉さん、その二人を助けて差し上げてください。さっきはちょっと砂が目に入っただけで全然平気ですから。すっごく礼儀正しいな。けどここは森林だし砂なんてあるはずない。ずっと大丈夫だってカッコつけているのは他人に悲しんでる理由を知られたくないからなんだろ。こういう時こそちゃんと言わないと。あ、お姉さんが一つ方法を教えてやるよ。他人に知られちゃいけないことがあるときは全部木のうろに話せばいいんだ。木のうろ？そう、木のうろ。タンジさんの童話聞いたことないか？森に住むアランナラたちは子供たちの話を優しく聞いてくれるんだ。もしかしたら木のうろには本当にアランナラが住んでいて、お前の悩み事に耳を傾けてくれるかも。コレイお姉さんもアランナラの童話が好きなんですか？うん、私はアランナラの童話が大好きだよ。アランナラが好きな人はみんないい人です。木のうろに秘密を吐くんですね。やってみます。ありがとう。コレイお姉さんは物知りなんですね。そんな大したことじゃないよ。ただ友達に影響されて落ち込んでいるやつを見ると思わず元気づけたくなっちゃうんだ。どうだ、気分は良くなったか？森は危ないから一緒に行こう。はい。おい、コレイが子供を落ち着かせるコツを知ってたなんてな。ああ、ウリンで迷ってしまった子供たちを助けるのもレンジャーの仕事の一つなんだ。それでさっき言ってた私に助けてもらいたいことって、もしかしてお前
たちも迷子なのか？取材のためにはるばるオルモス港からガンダルバー村までやってきた童話作家のタンジェさん。待って、このタンジェさんってあのタンジェさんか？そうだぞ、あのタンジェさんだ。彼が近くにいるってこと？新しい童話の取材のために？すごいね。少し待ってくれる？ラーズィをガンダルバー村に送り届けたらすぐ戻ってお前たちを助けるから。ずっと気になってたんだ、一体どんな才能を持ってる人があんなに面白い童話を作ってるのかって。タンジェはごく普通の人ですよ。普通の人だとしても絶対に面白い人だよなって。ちょっと待った、ラージ、お前はタンジェさんと会ったことがあるのか？うん、僕の父なんです。父ちゃん？待てよ、つまりそいつはお前の父ちゃんでお前はそいつの息子ってことか？その通りです。でも確かにアジャンタ彫刻店の人がタンジェさんは息子を連れて取材しに行ったって言ってたぞ。なるほどな、それがラージーのことだったのか。けどなんでラージーはここにいるんだ？もしかしてタンジェさんとはぐれちゃったのか？僕父と喧嘩して悲しくなって一人でここまで逃げてきたんです。まずはお前をガンダルバー村に戻した方がいいよな。私たちがお前の父親を探し出してお前の居場所を伝えてやるよ。もう大丈夫です、コレイお姉さんの話を聞いたら悲しくなくなりましたから。ついてきてください、父のところへ案内します。やった、ずっと森にこもって探すのかと思ったらまさかこんなに早く手がかりが見つかるなんて思ってもみなかったぜ。ああ、本当にタンジェさんに会えるなんてな。タンジェさんがいるのはこっちの方向か？私はここに慣れてるからついてきてくれ。よいしょ。見習いレンジャー参上。
ているんだ。あ、ラーゼ、やっと見つけた。君がいなくちゃ私はどうすればいいんだ。危険な目に遭ってないかい？野獣のせいでパニックになったりは？星が道を示してくれたのかい？僕は平気。彼らが助けてくれたから。そうか、なるほど。君たち本当にありがとう。この世で最も冷徹な好きの黒子もその熱意に涙することでしょう。いや、見習いレンジャーとして当然のことをしただけだ。それにスメールの子供たちにたくさんの童話を作ってくれて本当にありがとう。私もお前の童話が大好きなんだ。おや、子供以外にも私の童話を好きになってくれる人がいるなんてね。どうやら君もピュアな子供心を持っているらしい。ふん、次の童話のインスピレーションが来た。じゃじゃーん。童心を忘れないアランナラのおばあちゃん。インスピレーションの元になれて光栄だ。うわあ、これ今にも気絶しそうだぞ。具合でも悪いのか？あ、いや大丈夫。ごめん、ちょっと興奮しすぎたみたい。そちらの二人も私の読者かい？ふん、君たちを見ているとランギガントとランヤマガナが共に旅に出るシーンが頭の中に浮かぶよ。おお、インプロビゼーションだ。想像という馬に乗りテキストの荒野を駆け抜けるんだ。君たちも童話作家になれる素質を持っている。タンジェさんの話を聞いてると童話がバカにされてるような感じがするぞ。それに人を山柄に見立てることってそこまでワクワクするようなことじゃないだろう。アジャンタ彫刻展、アジャンタ彫刻展。おお、そうだ、思い出した。そういえばかつてある小舟が私の記憶の海に侵入してきたことがあったが、そちらに意識の向かないうちに出港していった。何しろタンジェという名の港はさらなる猛烈な嵐に見舞われてしまったからね。何言ってるのかさっぱりだぜ。どうしよう。ティナリのところに連れて行って治療するか。父が言いたいのはアジャンタ彫刻展の人たちを手伝ってアランナラへの理解を深めてもらうことを忘れてしまっていたけれど、今はもっと大事なことをやらないといけないってことです。なるほど。お前さすがタンジェさんの息子だな。こんなにくどくて分かりにくい言葉が分かるなんて。って今は感心してる場合じゃない。タンジェさん、この件はあの二人の職人にとってすごく大事なんだ。あいつらを助けてやってくれよ。しかし私の前に広がる青々と茂ったガーデンの方がさらに大事なんだ。これは全スメールの子供たちが夢見る美しいパティサラと関わっている。私、このタンジェはアビディアの森でアランナラが残した痕跡を見つけたんだ。これはアランナラが童話に限って実在するのではなく私たちの身近にも必ず存在すると証明してくれた。もしアランナラの姿を記録できたら、アジャンタ彫刻展の直面している小さな結び目なんて簡単にほどけてしまうだろう。そしてこれを機に私は教令員の高位に昇格し、そのことは偉大なるタンジェが小さなオルモス校に住んでいるということを全スメール人に知らしめるかもしれない。はあ、
その書いたことはないけど知ってるよ。教練院に入りたいのなら審査機関に承認された十分な数の論文と詳細で客観的な実験記録が必要だ。さっきタンジェさんが言ってたアランナラが残した痕跡を見つけたって何なんだ。物語を作るには釣り針を残すことがポイントなんだ。餌を直接与えるのは童話作家である私のやり方ではないからね。さあついてきて。ああその方向は。クレイどうしたの。いやその方向はアビディアの森の奥だからさ、タンジェさんが危険な目に遭わないか心配で。あとラーゼィがなんでタンジェさんと喧嘩したのかも分かった気がする。やはり君たちも童話果実への欲望に駆られてついてきたんだな。普通の木のうろにしか見えないけど、アランナラの痕跡なんかどこにもないぞ。いや、目は惑わされても心は惑わされない。心を込めて見たまえ。さすれば君たちも収穫を得られるはずだ。心を込めてみるの意味はわかんないけど、とりあえず木のうろの周りを調べてみようぜ。父さん、昔はこうじゃなかったのに悔しい。目は惑わされても心は惑わされないはアランナラの誓いの始まりであり終わりでもある。この言葉は数百年後にはスメールに伝わる名言になると思うんだが、どう思う？あ、私なら大丈夫だ。元気だから。お前たち先に調べに行ってくれ。ちょっと疲れただけだ。あ、紙切れがあったぞ。タンジさんの言ってたアランナラの痕跡だったりして。おい、読みにくい字だな。どれどれ。こんなにたくさんの種類のキノコ、覚えるのは難しいって書いてあるけど、アランナラもキノコの見分け方を覚えなくちゃいけないのか？また紙切れを見つけたぞ。こっちにはこの木のうろは私の城って書いてある。確かに童話のアランナラが言いそうな言葉だな。ここにもあるぞ。もし私が頭の切れるアランナラだったらよかったのに。だって頭の切れるアランナラってどっちがポイントなんだ？頭の切れるか？それともアランナラ？画期的な発見を目の当たりにする感じはどうだい？素敵だろう？確かに子供のような字だが、
ここは雨林の真ん中だということを忘れてくれるなよ。これほど奥深くひっそりとした森にたどり着ける子供はいないし、ましてやこの質素な木のうろを難攻不落の城とは思わないだろう。だからここはアランナラの強霊院であり、これらの紙切れは間違いなくアランナラの筆跡であると私は推測したんだ。頭の良くないアランナラが頭の切れるアランナラになりたいという願い事をして、その願いをここに残した。このアランナラに新たな童話を作ってあげよう。その名も木のうろのアランナラだ。どうだ、君たちの目の前にもまるでアランナラが現れるようじゃないか。いや、何も。そうか。多くの冒険者の後ろには見える風の翼しかなく、見えざる想像の翼が欠けている。だから彼らは私の考えについてこれないんだ。それでこちらのレンジャーさんの背中には想像の翼はあるかね。え、私、いや、私にはあるような、ないような。とにかく私とは関係ないから。いや、私は大丈夫。タンジェさんの創作過程を目の当たりにして、ちょっと、少し心が震えた。そうそう、心が震えた。とにかく私は決意した。ラーズィと一緒にここでアランナラの出現を待ち、木のうろにある奇跡を見届ける。安心してくれ、アジャンタ彫刻展の依頼も達成してみせるよ。本物のアランナラが出てきてさえくれれば、これ式のことは朝飯前さ。おい、なんて頑固なやつなんだ。どうやらここで待つしかないみたいだな。いや、さっきの拠点に戻った方がいいと思う。タンジェさん、闇キノコンとアランナラに、アランナラはすごく敏感な生き物だって書いてあった。もし私たちがここにいたらきっと寄ってこないだろう。あれ、そんな一文あったかな。ああ、そういえば確かにあったね。さすがレンジャーさん、的を射た意見だ。それじゃあまずは拠点に戻って体を休めて、朝日が昇ったらまた証拠を探そう。じゃなくて、コレイが拠点にいないんだよ。オイラ、昨日の夜からあいつのことは心配してたんだ。元気だって本人は言ってたけど、木のうろにあるアランナラの痕跡を見た後、明らかに様子がおかしかっただろう。とにかくあいつを探そうぜ。見ろ、ここにコレイの足跡があるぞ。けどこれ、あの木のうろに向かってないか。コレイがまた一人で戻ってきたぞ。まさかここでアランナラが出てくるのを待つつもりなのか。誰もこの場所には気づかないと思ってたのに、よりによってタンジさんに見つかっちゃって、その上旅人とパイモンにまでバレるなんて。はあ、こうなるって分かってたら
書いたりなんかしないで声にしてればよかった。字の練習ならきっと他にもいい素材があったはずだ。おかげで新しい悩みが増えちゃった。ヘイソン、本物のアランナラの真似をするか。違う違う、今やるべきことはアランナラとして扱われないようなことを書くことだ。そしたらタンジさんの誤解も解ける。何を書こうかな。どうしよう。そうだ、これなら絶対アランナラに誤解されないはずだ。なるほど、昼間見たあのアランナラの痕跡たちは実はコレイの痕跡だったんだな。けどなんで黙ってるんだ。タンジさんに言えばよくないか。そうだ、思い出したぞ。秘密があれば木のうろに話せばいいんだってコレイがラージーに教えたんだったよな。きっとコレイ自身も紙に書くことでそれをやってきたんだ。よし、とりあえずコレイの秘密は守ろうぜ。あいつもうすぐ書き終わりそうだ。オイラたちも戻ろうぜ。私の予測していた通りだ。新たな紙切れが出たぞ。どれどれ。筆跡から見ればおそらく同じアランナラが残したものだな。何が書いてあるのかな。なんて書いたんだろう。もう一度モンドのバドル同祭に参加したいな、だと。いや、バカな。これはいたずらに決まってる。アランナラがモンドのバドル同祭になんて参加できるはずがない。そんなエピソードは童話にも出てこないぞ。つまりこれらの紙切れは実はアランナラが残したものじゃないんだ。そう、私もそう思う。アランナラじゃなく通りがかったモンド商人が残した可能性が高いよ。いや、私は認めないぞ。もう無理だ。無理ってなんだよ。ちょっと時間を割いてくれればいいだろう。そうだよ、タンジェさんは子供たちに大人気の童話を作れるんだから、きっと同じように人気の木彫りを作れるはずだ。無理なものは無理なんだ。本当にアランナラを見つけることができたらアジャンタ彫刻店も助けられると思ったのに、結局それはただのモンド人だった。でも今まで童話を作る時だって本物のアランナラは見てなかったわけだろ。どうして今回に限ってできないんだよ。私は、もういい。ラージー、みんなに本当のことを打ち明けよう。え、本当にいいの？ああ、話して大丈夫だ。この時をずっと待っていたんだろ。わかった。コレイお姉さん、旅人のお兄さん、それからパイモン、覚えていますか？僕には他人に知られたくない秘密があることを。本当はこの秘密のことは言いたくなかったのですが、僕はこの秘密に苦しみ、父もこのせいで別人のようになってしまいました。ですからそろそろ話す頃合いだと思います。実は僕の父はアランナラの童話を作った作者じゃないんです。え、だけどタンジェさんじゃないなら一体誰があの物語を作ったんだ。もしかして僕です。
僕がまだ小さい頃から父はすでにオルモス港で物語を語っていました。いつも父から新しい物語を聞きました。毎晩父は僕の手のひらにザイトゥン島を渡してくれて、僕はそれを食べながら物語を聞いていたんです。ザイトゥン島は甘くて美味しかったけど、父の物語はまずかったです。父は難しい言い回しや、それから比喩を使うのが好きですから。でも父は何度も何度も童話を聞かせてくれましたし、時にはサングマハベイ様のショップで写真機を借りて僕に童話を語る姿を撮らせてくれることもありました。父は写真を指さして僕にこう言いました。これが未来のスメールにおける偉大な童話作家の貴重な記録だよと。あの頃は毎日ザイトゥン島しか食べられなかったし、退屈な物語ばかり聞いていました。でもそれはそれで楽しかった。だけどある日、僕は自分で考えた物語を父に話してみました。父はその物語の始めを聞いてすごくワクワクしたみたいでした。嬉しそうに僕を両手で高く抱き上げると、続きを聞きたいと言ってくれました。僕は抱き上げられたまま物語を語り続けました。すると影になった父の僕を見る目はだんだんと変わっていきました。そして僕が一番力を入れた場面を語った時、父は泣いたんです。多分僕の物語に感動したんでしょう。父が僕を下ろした時、僕の物語もちょうど終わりました。僕が顔を上げた時、父の目は少し怖かった。よく覚えてるよな。ラーゼィだけじゃない、私もあの日の出来事をよく覚えている。あの日から私の夢は叶い、スメール随一の童話作家になった。名声とお金も少しばかり得られるようになった。毎晩の夕食もザイトゥン島一つだけじゃなくなった。ラーゼィには喜んでもらえると思ったんだが。最初は嬉しかったですけど、だんだんみんなは僕のことをラーゼィではなくタンジェさんの息子とばかり呼ぶようになってしまいました。その理由にはうすうす気づいていたけど、やっぱり信じたくなかった。それから父も忙しくなり、童話以外のことを、例えばアジャンタ彫刻展の依頼にも手を出しました。だから僕は決めたんです。少なくとも今回はラーゼィでいたいって。父にも以前の父に戻ってほしいです。全ての物語を親愛なるラーゼィにで始める今の父よりも、どもりながら話を伝え、物語のいい終わり方を知らない父の方が僕は好きです。ですので、僕の思うアランナラがどんな姿をしているか、僕は父に教えないことにしました。待てよ、ようやくわかったぜ。つまりタンジェさんが作った童話は本当は全てラーゼィが考えた物語で、ラーゼィはタンジェさんが嘘をどんどん重ねていくのが嫌で、アジャンタ彫刻展の依頼についてはタンジェさんを助けるのを断った。そうだよな。ああ、そうだ。だからこの近くでアランナラの痕跡を探していたんだが、以前のように面白くもない笑い草になってしまったらしい。私は父親失格だ。すまない、ラーゼィ。すまない。君たちにも謝らないと。君たちの時間を無駄にしてすまなかった。アジャンタ彫刻展を助けられるのはラーゼィだ。彼を説得するといい。今はただ静かな木のうろに引きこもりたい。おい、それでいいのか？僕が
アジャンタ彫刻店を助ける？物語には確かにアランナらの姿に関する記述がありますが、それを木彫りにするにはもっと詳しい説明が必要です。コレイお姉さん、旅人のお兄さん、それからパイモン、あなたたちの助けが必要なんですが、手伝ってくれますか？僕は今までずっとオルモス港に住んでいて、ここをほとんど離れたことがありません。今回父に連れられてガンダルバー村まで取材に来たのは僕にとって初めての遠出でした。スメールが思っていたよりも大きいことに気づきましたし、さらに多くのアランナラの童話を思いつきました。ですので、子供たちに愛されるアランナラの木彫りを作り上げるためにはスメールの他の場所も回ってみたいんです。それにまた機会があるなら、いろんな場所で父の写真をたくさん撮ってあげたくて。ん？それって一緒にいていいってことかい？これまで君にこんなひどいことをしたのに。もちろん。だって父さんは僕の一番好きな父さんでしょ。ラージ、今までで一番楽しそうに話したな。コレイお姉さんにもお礼を言いたいです。私は何も役に立ってないけど。だってあなたが教えてくれたでしょ。知られたくない秘密があったら木のうろに話せばいいって。木のうろを探す余裕はありませんでしたが、秘密を話したらなんだかすっきりしました。うん、そうだ。一人の人間が背負える秘密の数なんてたかが知れてる。それに犯した過ちを永遠に隠す必要もないんだ。昔モンドにいた頃、私も悪いことをした。でも今思えばあれは私にとっての新たなスタートみたいなもんだったよ。タンジェさんにとっては今回経験したことも同じようなものだと私はそう思ってる。ああ、いい父親になってみせるよ。って、ちょっと待った。今、モンドに行ったって言わなかったか？ああ、それは、たまたま通りかかっただけだ。そんなことよりも、アジャンタ彫刻店の人たちが待ってるよ。さあ、ラージ、写真機を持って、スメールの隅々に隠されているインスピレーションを探しに行こう。出発！はい、行きましょう。父さんも早くついてきて。ラージ、あまり早く走るんじゃない。足元に気をつけろよ。よっしゃみたいに暇だ。
ありがとうな。
よっ。ついてきて。
めきなさい。大体役に立つそうね。早く。開けたわね。見えないだろ。ご助力を。よっ。よっ。それ。結霜せよ。はい。砕け散れ。
ご安心を。そこ、それ、結霜せよ、よっ、それ、はい、それ、ジャッジメント、よっ、そら、よっ、はい、
めきなさい。よっ、へい。剣票、ワンワン立つ。早く。よっ、はっ。それ。ご安心を。大体役に立ちそうね。えい。
視界が開けたわね。
見切りました。収集のつかない仕事じゃないといいが。いけ。見えないだろ。あった。わめきなさい。よっ。時ってあるのね。粉々だよ。やっ。わめきなさい。やっ。結霜せよ。それ。はい。よっ。ジャッジメント。開けたわね。早く。それ。やっ。
一応目を、なかなか。
サンドバッグだ。粉々よ。これを食らえ。早く。やっ。不全にかける。それ。はっ。鍛錬がまだ足りなかったか。罪人にも幸運な時ってあるのね。
ありがとうな。騎士と貴族のしきたりは似ているわ。ただ騎士は小難しいところが簡略化されているの。What?